年齢は？23。あ、いや、今日24になっちまったか。職業は？東城会荒川組若衆。あ、ち、無職だ。両親は？いねえ。つがよく知らねえ。母ちゃんは俺産んだ後行方知らずなんだな。育ての親は？町で働くクズとバーバーとも。所持金は？1円もねえよ。あ、なあ、タバコ代貸してくれよ。どうして殺しなんかしたんだ？タバコ代だけ頼むぜ。明日返すからよ。ふざけるな！お前、しばらくシャバに出れると思うなよ。これは、すべてを失ったどん底の男が巻き起こす奇跡の物語。龍が如くオンライン。神室町が生み落とした男、春日一番。17年の懲役から帰ってきた彼が見たものは、熱を失い切った町の姿だった。神室町を変えた謎と大いなる陰謀を追って、春日一番の物語が動き出す。そして春日一番に呼応する伝説の男と女たち、彼らと仲間となり、神室町で最も強い組織を作り出せ。私に任せて。魂を震わすバトル。いや、行ってくるぞ。胸ときめく快楽。神室町に再び熱い血を取り戻せ。何も成し遂げられなかったどん底の人生、この街で成り上がり、全てを変えろ。龍が如くシリーズ正統続編、龍が如くオンライン。ちょっと待て、神室町の一大事、お前ら大事な人間を忘れてんじゃねえのか。